話題観光アカデミー。この時間は和歌山大学南紀熊野サテライトの開校授業地域観光戦略論 A の取材レポートをお届けします。このコーナーは文化と教育の活動を応援する一般社団法人東和荘の提供と和歌山大学南紀熊野サテライトの協力でお送りします。前回は農商工連携と地域経済循環という内容の授業の取材レポートをお届けいたしました。今日紹介するのは祭礼と祭りの保存と活用という内容です。お祭りに関する内容ですね。地域観光戦略論 A の授業、今回教鞭を取ったのは和歌山大学紀州経済史文化史研究所の吉村照樹准教授です。吉村さんは田辺祭りの研究もされている方で、今年の田辺祭り FM 田辺での特別番組にはご出演もしてくださいました。まあ、地域のお祭りなどを研究される吉村さんが、お祭りとは一体どういうふうにこれからの時代活用されていくのか、どう保存されていくのかというのを学術的な見地からお話をされました。まあ、今回の開校授業タイトルが地域観光戦略論ですからね、まあ、地域の観光をどのように戦略を組み立てていくのかというのが全体のテーマになっております。まあ、前回は農商工連携、そして今回はお祭りなわけですね。まあ、全国各地でお祭りが行われています。まあ、その中には存続の危機にされているものも少なくありません。まあ、その原因は少子化、高齢化、また生活スタイルの変化など多岐にわたります。この授業ではこれらの問題を踏まえて都市の祭礼の現状、そして農村や漁村の祭祀の現状、問題点を提起するものでした。まあ、その上でお祭りの保存、まあ、これは無形民族文化財として、またお祭りの活用、まあ、これは観光化ですね、そういったものが叫ばれました。まあ、それ自体は悪いものではないんですが、もうお祭りや祭礼に価値づけがされすぎると格差を生んでしまうという現状もあります。お祭りや行事をどのように継承し、どのように活用すべきかという内容の授業でした。4時間の授業ですので、それをおよそ10分にまとめるのはちょっと厳しいのでね、触りだけをちょっとご紹介させていただきますが、先ほど授業の内容でも紹介いたしましたお祭りと祭礼という言葉がありますね。祭礼というのは、まあ、お祭りに礼儀の礼と書いて祭礼です。この2つは吉村先生によりますと違うというんですね。考えたこともなかったですね。お祭りと祭礼、まあ、どちらも同じお祭りだと思っていたんですけども、もう少し言葉を変えるとお祭りの方は祭祀、祀というのは示す辺に依然形の己の左上がちょっと欠けてるやつだったと思いますけども、そこの祭祀と祭礼。民族学者の柳田邦夫さん、まあ、南方熊楠さんともね、こう一緒こう民族学の世界を切り開いた柳田邦夫さんによりますと、お祭りというのは氏神のお祭りであったり、まあ、共同体のお祭りです。そして祭礼というのは神輿の渡御に伴う美しい行列のことを言うんだそうです。まあ、つまり一般にお祭りというものは見られないもの、祭礼というのは見られるものということなんですね。ですので私たちが例えばなんちゃら祭りというので足を運んで見られるものというのは、厳密にはこれ祭礼という、まあ、区分になるわけです。では見られないお祭りなんていうものは、これそれこそ観光にはなかなか使えないし、この他にどういったものがあるのかなというところで紹介された事例が、例えば春日大社、毎年3月3日に行われております。これは藤原氏の氏神様のお祭りです。現在でも一般人が入ることはできません。
他にも奈良県桜井市の三社権現祭り、毎年2月に行われております。こちらは共同体のお祭りです。ですので意外とこのお祭りといってもですね、外の人が自由にこう参加できるできないというものは、こういった言葉の中でも分け方があるわけなんですね。では人々が見られる祭礼というのは一体いつ頃から始まったのか。それはやはり都京都の鴨祭り、今は葵祭りといいまして、この葵祭りというのは、京都三大祭りの一つと言われております。三大祭りの中でも最も歴史が古く、平安時代に祭りと言いましたら、この祭りの一言だけで葵祭り、つまりは鴨祭りのことを指していました。祇園祭りが病気の平癒を祈願して、町中を山鉾が練り歩く庶民のお祭りに対して、この葵祭り、鴨祭りというのは貴族たちが見物に訪れる貴族のお祭りだったんですね。鴨祭りが始まってからしばらく経ちまして、820年頃に現在の葵祭りの原型が出来上がります。そしてこの人々に見られる祭礼というのは、この都を中心として少しずつ地方に伝播していきます。それにはやはりこの社会の仕組みの制度というものが大きく関わっていました。例えばこの荘園という制度がありましたね。地方の土地を荘園領主というところが監督して、地方の税を地域の都の方に納めるという制度でしたけれども、この荘園というものが管理していたのはですね、貴族、神社、お寺、そして武士、これらは時代とともに荘園というのも中身の質というものは変わっていくんですけれども、ほとんどの場合はやはり中央の人がですね、地方の方に出向いてその荘園を管轄する、そういったケースの中でですね、それぞれの家の氏神をそれぞれの地方の中で祀るようになります。でそうなりますと、その地元のもともとあったお祭りと都の方からやってきた氏神様のお祭りが合体する。そしてその地方の人々にこういう人たちが領主様であるということを示したり、また文化を伝えるために人々に見せるようになる、そのモデルの原型が葵祭りであり、地方の中で祭礼を見せるというような流れが出来上がっていくわけなんですね。元京都学園大学人間文化学部の教授の植木幸信さんによりますと、都市のお祭りというのは見せる、そして見られるというものが大きな特色である。それは部外者の参入を許さなかった古来の氏神祭りや共同体の祭りにはなかった特色であると、人がお祭りを見るという行為自体が、非常にこの都市的であるということなんですね。他にも元四日市市市立図書館副館長であった東條博さんは、都市祭礼の民族学という本の中でこのように述べています。本来神を迎えて神饌を立て祭り、共食する、共に食べることに本来の意義のあったお祭りが、やがて都市の発生と転換の中で見物人が生まれ、祭りの主体がむしろ人々の耳目を引く昼間の行事に力点が置かれるようになったと説明しています。これが祭礼、人に見られるお祭りの成立であるということなんですね。実は私最近読んだ本の中でちょっと似たようなお話があったのを、授業の内容を見ながら思い出しまして、お祭りというのは1年間旧暦の四季の終わり、3月6月9月12月の終わりに行われるものであると、季節のそれぞれの節目にお祭りが行われるんですね。春祭り、お盆、秋祭り、そしてお正月と。
で、この季節の終わりに祭りの中にも松という二文字がありますけれど、誰を待つのかと言いますと、これは神様である。で、神様というのはいつもはいない存在で、旅をして神様を迎えて、日本人というのは旅する神を季節の終わりに迎えて挨拶して接待をしていたということなんですね。その時にじゃあ神様に対して人間が何と言うのかというと、ありがとう。これは漢字にすると分かりやすいんですが、普段いないからありがたし、その後にございますというふうにつくと、まあ、お座りいていただいてというわけになるんですね。では神様はそんな人間に対して何と言うのかと言いますと、おめでとうというふうに言うわけなんですね。ではこのおめでとう、漢字にするとどう書くのか、これ書ける人はね、かなりの漢字博士だと思いますね。よく見られるのは、目というのが目が出るという愛ですね。愛、人間の顔についている目が出るというふうに書きますけども、これは当て字らしいんですね。おめでとうというのは、恩に愛する、華々しいと書いておめでたしと読むんだそうです。言われてみれば確かに、めでるという言葉がありますけれども、このめでのところが愛、そして華々しいというのは痛く、とてもというのがありますので、そのめでいたしがくっついておめでたし、つまり神様は人間をとても愛しているということになるわけです。そして神様と人間が共にご飯を食べる、共同飲食を営むわけです。他の動物はこういうことしませんね。一緒に物を食べるというのはなかなかしない、まあ、ゴリラなんかはするらしいんですけども、共に物を食べるというのは極めて人間的な営みで、まあ、こういったところから人間の文化、文明というものが発生してくるというわけなんですね。ですので古来よりお祭りというのは、まあ、文化や文明の、まあ、中心の地であったというわけなんですね。そして吉村先生が研究されているのはやはり田辺祭り。田辺祭りは胤禛天皇8年419年に熊野権現を勧請したところから始まります。そして平安時代の末期に熊野別当の丹海さんが今熊野権現としまして、まあ、有名なのは田辺の別当であった丹蔵さんですね。そして明治時代に神仏分離令もありまして、まあ、統計神社ともちろんお寺も一緒にあったわけなんですが、神仏分離令によって統計神社というものが誕生します。一方で城下町の田辺の成立と田辺祭りについては、中世の頃にお城がいくつかこの田辺の地にはあったんですけれども、江戸時代に入って浅野家家老によって1606年に田辺城が作られます。そしていくつかあったお城だったんですが、1615年一国一城令というものが出ますので、まあ、和歌山県は紀州和歌山城があるというところから、田辺のお城は陣屋に改築されます。いわゆるこの戦に使う防御施設、攻撃施設としてのお城の機能というものはほぼなくなってしまったわけですね。そして城郭と城下町が整備されまして、1620年、紀州徳川家付家老の安藤さんがこの田辺の地に入ってくるわけです。そしてこの城の成立と城下町の田辺の成立というのはもう時を同じくしてまして、田辺祭りもその中から形を変えていきます。1605年に祭礼、人に乱れるお祭りとして車が出されるようになりますと、1607年にはやぶさめ3機が町より出てというような記述が紀州田辺町台帳に出てきます。1633年に猿楽能の奉納が行われますと、1672年に袋町で車が大ボコとなりまして、つまりこれは出しに車輪がつくようになるわけなんですね。こう街中をこう練り歩くことができるようになっていく。そしてその翌年1673年に岡佐が成立します。
吉村先生によりますと、田辺祭りの中でも非常に特色が強いのはお祓いの方法、それを笠矢縁というふうに言います。これは全国的にも大変珍しい古い形式のお祓いなんだそうです。笠というと田辺祭りはやはり炭屋のお笠ですよね。この炭屋のお笠には悪いものをこの田辺祭りの間にずっとこう集めていく、この炭屋は悪いものが集まっているので最後にこの炭屋の傘を壊すわけですね。でその後人目につかないようにします。なぜかというと悪いものが集まっているからなんですね。これは祭礼として田辺祭りの一番重要な行事と吉村先生はおっしゃっていました。だから田辺祭りの目的自体、祭礼としての田辺祭りの目的は庶民の悪いものを集めて、それを神様に清めてもらう、そのためにこの田辺祭りというものが行われていることを考えると、その悪いものを最後に清める、炭屋のお笠を最後に壊す笠矢縁、これが祭りの中心であり、なおかつお祓いの方法としても全国的にも大変珍しいということから、まあ、地域のお祭りとして、まあ、全国的にも非常に珍しい例として外にPR というかこう言うことができるのではないかというところもございました。笑い観光アカデミー、本日は祭礼と祭りの保存と活用、こちらの内容を触りだけ簡単に紹介させていただきました。和歌山大学紀州経済史文化史研究所の吉村照樹准教授による講義内容です。実はこの後にですね、例えば政治巡礼とはというところでアニメの政治巡礼の例を引きながら、小栗判官の政治巡礼のお話というものに触れたり、岸和田のだんじり祭りについて触れたり、また和歌山大学とお祭りのつながりについても触れたりもしてきて、非常に面白い内容だったんですけれども、で今日はここまでとさせていただきます。和歌山大学南紀熊野サテライトの開校事業地域観光戦略論 A の取材レポートをお届けしました。このコーナーは文化と教育の活動を応援する一般社団法人東和総と和歌山大学南紀熊野サテライトの協力でお送りしました。